こんにちは、エージェントの大川です。普段はカウカモでお客様の一点物の住まい探しのサポートをしています。いざ物件を買おうと思った時、まず何から始めればいいのかさっぱりわからないという方も少なくないと思います。それでは購入に関するイロハを一緒に学んでいきましょう。買い方辞典チャプター4は素敵な家との出会い方についてです。どのぐらいの期間その場所に住みたいかによって変わるタイプ別のおすすめ物件や街の選び方についても解説していきます。それでは3つのポイントに分けて説明していきます。まず1つ目です。家を買ったからといって必ず一生そこに住まなければいけないわけではありません。例えば購入時はお一人でも、結婚して2人になったり、お子様が生まれて3人になったり、家族の形態が変わっていく可能性があります。大切なのはそこに何年住むかを考えることです。子供が小学校に上がるまでの5年間、実家に帰省するまでの10年間など、ライフプランを描いた上でご自身に合った住まいを見つけることが重要です。2つ目、一人暮らしやカップルで住む場合は都心に小さな家を購入するのもおすすめです。ファミリーの場合は少し都心から距離をとって、その分広い家に住むのも選択肢に入れておいてもいいかもしれません。物件の広さは一人暮らしであれば35平米以上、二人暮らしであれば45平米以上、ファミリーであれば60平米以上がおすすめです。それぞれのご家庭によっての距離感やお洋服などの物の量、それぞれのやりたいことによっても目安は変わってきますので、迷ったらエージェントに相談してみてください。3つ目、物件を購入する際には街を知ることも重要です。日々の暮らしは家の中だけでは完結しないので、ご自身に合った街を見つけていきましょう。気になる物件を見つけたら、ぜひ昼も夜もその街を歩いてみてください。内見は日当たりを確認するために日中に行くことが多いですが、夜の表情も確認することが重要です。駅までの道のりに何があるか、日々の買い物が不便じゃないかなど、ぜひ暮らす目線で街歩きしてみてください。カウカモマガジンでは街の取材を続けていますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。いかがでしたか？将来的な住み替えも視野に入れて、柔軟に住まい探しに向き合っていきましょう。この動画では中古マンションの購入に特化した知識を配信しながら、皆さんの住まい探しのサポートをしていきます。詳しい内容につきましては、買い方辞典チャプター4をご覧ください。少しでも役に立ったと感じたら、ぜひいいねボタンで教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。カウカモエージェントの大川でした。